縄文新聞公式ポッドキャスト。馬が舞う。この番組は群馬県の地方新聞、縄文新聞のポッドキャストです。ご案内は営業局の日野原明と、総務局の伊藤奈々です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあの収録の関係で、少し遅くなっちゃったんですけど。はい。キングオブピザ、開催されまして。はい。ええー、ストーブくじょうさん、おめでとうございます。 おめでとうございまーす,ますあ。ストーブグジョウさんがっていうわけじゃないんですよね。<laughs> 使われてる、ええ。そう、ペスカさんのピザが。はい、キングということで。いやもういただいたチーズめっちゃ美味しかったんですよ。ちゃんとでしょ焼いたんでしょ焼きました。<laughs> <laughs> 私はトマトと一緒に食べたんですけれども、はい。フルーツと一緒に食べろって言われたんですが、うん、素材の味を楽しもうと思って。<laughs> ああ丸ごとチーズで。はいええ 美味しかったねー美味しかったですー、えー、ぜひぜひ皆様買いに行ってください、はいはい、まあこれきっかけでね、うん、まずはまずはもうせっかくだからピザでいいですよね確かに、はい、まずはピザ食べに行って<で>そんでチーズうまっってなったらぜひぜひチーズそのものも買っていただけると嬉しいです、ねはい、改めておめでとうございましたおめでとうございましたー何のことかと思ったらあのストーブ・ジョだのい聞いてください 最近、集中収録ばっかりで本当になんかあんまりコくんスタジオに行かないですよね本当にね、えー、会社の人に甘えてばっかりで申し訳ない。<laughs> <laughs> とえー、っと今日は東京です、はい、東京来ちゃいましたお久しぶりに来ましてはい世田谷区は千歳船橋駅から徒歩2分のところに、はい、めっちゃいい立地のところになんかマンションみたいなおしゃれな建物があって、うんはい、学生寮なんですね そうなんです。はい、縄文学者という学生寮がございまして、はい、そちらに本日お邪魔しております。はい、今日のゲストははい本日のゲストは縄文学者自治会経験会の会長と入寮者の方に来ていただいております、まあ、いずれも群馬出身というところの県人寮で、はい、まあなんか聞くところによると本当全国でもこの規模の県人寮っていうかねうん、うん 少ないみたいですからね今200人ぐらいすっごい大きいですよねしかもねきっとかなり魅力的なんでしょうほぼほぼ満室ということで詳しく聞いていきたいと思いますしかもさ寮生活でした私も本当大学の近くにアパートだったんですけど何人かいたじゃないですか友人でも寮生活してる人いましたねうんんかちょっと過酷そうなイメージとかあったんですけど 令和っ子たちの寮生活についてちょっと深掘りしていきたいかな、うん、と思っておりますので、はい、まあと言いつつしかもね現役の大学生とちょっと今どんな感じなのかってもうちょっと不安なので今日は解説役もはい呼、はい、んでます今日は東京支社営業部から澤山大我さんをお呼びしておりますはい何やら卒業生ということでああん頼もうしはい、はい、ということで、えー、このあと じゃあ常務が三人学生が二人、はい、合計五人でお送りしていきたいと思いますはいでは始めていきましょうそれでは本日のゲストに登場していただきましょう、はい 縄文学者自治会経験会会,会長の八島俊介さん。入寮者の木村貫太さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます現役の寮生のプロフィールの紹介から。わかりました。しすえ、まず八島俊介さん。えー、2003年伊勢崎市のご出身です。はい、伊勢崎商業高校。 をご卒業後、国士舘大学に進学されていらっしゃいます。大学では主に国際紛争について学習しているということです。はい。そしてそして。はい。木村寛太さん。2004年、藤岡市のご出身です。東京農業大学第二高等学校出身で、現在は明治大学で農学のお勉強おあ、農業。農業の勉強をしているということで、そそはい、弁論部所属。 喋ることにはきっと自信があるということだと思いますのでマジードが上がってしまって重低音でいい声でねありがと適材適所で八島会長セレクトというところなんでしょうかはい、期待したいですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして今日は解説役としてもう一人東京支社営業部の澤山と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします まず、縄文新聞には東京支社というものがあるんんですね、はい、伊藤さんそうなんですよ、営業部隊と、まあ、編集記者もいる東京支社というところに、沢山いるんですが、はい、今回、縁が深いところということで、来ていただきました。はい、だってことはえっとですね、2017年、18年と、私も縄文学者に通っておりまして、<え> OB ということで、今回、解説役としてお邪魔させていただきました。 先ふかせると <laughs> いうことですね,、うん、もううね俺もそれ言おうと思った <laughs>、ね、心なしかやっぱりちょっとこうね胸を張ってまあそうですね <laughs> まあ後輩たちに、うん、縄文学者の何たるかを一緒に語っていきたいなと思って面倒 <laughs> くせえ OB だな <laughs> <laughs> 気にしなくていいからね八嶋 <laughs> <laughs> さんこれ KK、えー、会という自治組織なんですけれどもはい ごめんね。これ初めて見る字。馬編に同じっていう字で、K。はい、で、繰り返しの規模で、KK 回。はいはい、歴史がなんだかすごくありそうなんですけれども。ちょっと一心堂々会か,かと思ってます、ねはい、ああ、<laughs> そうね。ね、歴史があるかもしれないんですけど、ごめんなさい。僕あんま詳しく言ってなんで。<laughs> <laughs> ちょっと、あの、 なかなかとちょっと語ることが <laughs>。いやいや,いや <laughs> もう受け継がれている自治会のお名前ですね <laughs>、うんはい。そうですね。任期、ね、は1年。はい、1年です。<あ>会長を務めているのが。うん、で、10月、11月ら辺からかな。1>, ええ、1年間、務めてるんで。はい。えー、まあ今年の11月までは僕が会長としてやらせていただきます。で、聞くところによると、もう、県人の量としては、 もう全国でもトップクラスの規模。そうですね。在籍数がだいたい200人。200で、今あれなんですよね。男女なんですよね。そうですね。男女100、100ずつくらいで。<ー>で、合わせて200。へ、えー。すごい。それを束ねている組織ということですよね。まあそこまでできてるかちょっとわからないですけど <laughs>、えー。みんなね、経験会のそういう活動意義というかね、賛同しても。澤、うん、山くんは、 現役時代どうだったんですか経験会員の活動は。私は、うん、まあ、全くやってなくて。小さいよ、れ小さい。えっと、バイトばっかりしてまして、正直、<laughs> 学生寮の、まあ、要は自治的な部分にはあまり協力できてなかったので、 今日はちょっと反省もしながら、しっかりと後輩のお話を聞かせていただきたいと思ってます。<laughs> あの、2、3分でシフトチェンジが早すぎる。<laughs> <laughs> 木村くんどうですか経験会。なんかどういう感じの存在感ですかです、ね、自分の中で。頼りになる存在。やっぱりその定期的な、その、例えばバーベキューだったりとか、新刊企画だったりっていうのが、まねに。 行事として組まれてるんですけど、はい、あとその、日々の掃除とか、そういった、その、日々のものからその特別な行事まで、その経験会の方々しっかり、うん、あの、本当に、同級生にも役員で、その働いてることがいるんですけれども、はい、やっぱり尊敬しますね。ちなみに、木村さんは役員ではないそうですね、僕は役員ではないですね。なんか、 さんがニヤニヤしお二 <laughs> 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 人は仲いいんですよね、はい、先輩後輩だけどんまあそこまですごいお話しするわけではそうで回がねちょっと4回と7回とかでと違ったりとかもあるんであ<ー>、うん、まあでもあったら話とかはしますねそうそうだそもそもの縄文学者についてなんですけど、はい 今学生寮、学生寮って言って皆さんそれぞれ学生寮のイメージあると思うんですけれども、うん、今、さっきちょっと出ましたけど今、縄文学者は基本的に男女で100人ずつぐらいで,で今、まあ、縄文学者で収録してますけれども、はい、完全にもうワンルームということで,すです一人一部屋ですよね。うん、で、もう受付でピッてカードをやるとその街頭フロアしかボタンが押せないみたいな感じになってる。あ,あの、うん 入っていただいて、エレベーターでカードキーを押すと、男子が1、3、4、7階、うん、ってなってて、そこしかもう押せなくて、女子のフロアには行けない状態。なるほど。そういうセキュリティ的にも。そうですねで。女子でやったら女子の階しか行けないっていう。うん、へぇー。なるほど。すごいしっかりした量というか。そう。で、今で、できて今、9年とかですか。すごい、なんか新しいよね。綺麗ですよね。うんうん、なんか量ってもっと、なんか、 言っちゃ悪いけど、古いというか、ボロいみたいなイメージがすごいあったんですけど。自分もそんな感じのイメージが。でも、やっぱ実際来てみたりとかしたら、うん、あれ、思った以上に綺麗だな。で、一部屋、自分の部屋、確保できてて、いいなあとか思ったり。で、澤山さんはそれで行くと、もう新築ピカピカ状態で入寮してたってことですか。私がそうですね、六年前、七年前の入寮なので。うん できて3年目とかの本当に綺麗なタイミングで入って <laughs> ですね。だからその男女共同というか、うん、一緒になった体制の2、3年目とかなので、だいぶ新しい文化というか作り始めの時に入ってうん、うん、で確か今年から短大、あ、専門学校も入寮できるようになって、どんどんと学生の 幅も広がって、本当にいろんな方とコミュニケーション取れる量だなと思いますね。まあ、量に入って一番いいなって思ったのが、うん、えっと、朝ごはんと夕飯が出ることこれがやっぱ一番いいなって思いました。 やっぱね、一人暮らしとかだと、友達がコンビニで夜買ってきて食べてるとか、うん、で一人で食べてるとか言ってたりするんですけど、量、うん、であったら、まあ友達と来ることもできるし、うん、もし、あの、友達が多ければ、食堂行ったら友達がいて、あ、一緒に食べようみたいな感じで、食べれたりして、うん、なんて言うんでしょうね、会話が弾んだりして、うん、あと、大学もやっぱバラバラなんで、うん、あの、その大学の、こういうことを授業受けてたんだよとか、うん、こんなことしたんだよとかいうの聞けたりして、うん、結構、 楽しかったりしますあったけ飯が来るいいですよね親御さんも安心だよねあんたちゃんとご飯食べてるのっていう心配がないでよねねえご飯がついてるお高いんじゃないんですか確かに二食付きでいろんなイベントがあったりとかもして駅地いやマジ徒歩2分ですよ ね、中庭が合成にあって。うん。で、一人一部屋。こりゃあお高いんじゃないですか。えっと、大体全部で5万5千円くらい。うん、月月です。食事も込みはい。えっ、ー、と、寮費が約3万円。で、うん、食事代が2万円で、あと電気代とインターネット代が、とか、あと水道代とかかな。がちょっともろもろかかって、って感じで大体五5万5千円。全部込みです<ー> <laughs> はい。 群馬県かもしれない,ない食事ついてんだよ、食事つきで5万5千円は安いですね、本当に。ね、だからその分学業に集中ができるというところですね。うん、すねまあでもそれでも夢を追いかけたい人とかはね、アルバイトをさらにして、はい、えお金貯めてみたいな人も、まあ、中にはいるんでしょうけどね。はい、あるんだ、あったけえのがね。あったあるんすよ。<laughs> ちなみに好きなメニューとかありますか 僕は唐揚げですね、わんぱく。いいね。自分はカレーですね。安定ですね。安定美味しいです。なんかメニューみたいな、献立みたいなのがあるんですかそうですね。ああ、いいですか ?PDF 化して、みんなたぶんスマホ持ってると思うんで、スマホで送ってあげて、ああ、きの夕飯なんだろうなって、帰ってくるとき見れたりとかしたほうが便利だと思ってるんで。会会長長ですね えっとちょっと待ってください。今日は油淋鶏。油淋鶏。今日は油今日はらわけじゃいか。らわいですか。から鶏肉系。楽しみですね。え、美味しそうあ。パンの日もあるんだ、えーえっと。火曜と土曜日が、パンがあの朝は食べられるって感じで、えー、ご飯ももちろんあるんで。いやー、じゃあちょっと読み上げますよ。じゃ食べたいメニューありますかえーっとね、じゃあこの5月20日の週でいってみましょうね。はい、朝ごはん。 ごん、オムレツ、ほうれん草、ソテー、小鉢、汁物朝からそんだけちゃんと食べられるのいいですね。うん、で夜がごはん豚肉のしょうが焼き小鉢汁物。うん、でそこ朝書いてないんですけど、うん、それにあとフルーツと、うん、<laughs> ヨーグルトと小鉢っていうのがたぶんサラダのことなのかなカップの納豆と生卵も。うん とってい,るっていうすごい合成しええー。全部食べるのいや、食べないです、自分は。もうご飯なんかもう、ほんの、一すくいくらいで、結構、なんて言うんでしょうね。おかずがとか、サラダとかで多いんで。カウン、カウンターに並んでるのを取っていくスタイルなので、今日は、あの、サラダはいいやとかっていうのは、調整して食べれるって感じですね、うんうん。月末すごいっすよ。5月31日、夜、ご飯、 すき焼き風にでサラダ汁物。すき焼き出るんだ。すき焼き美味しいです。へぇがいてて。すごい。で、土曜日も夜はカレーライスになってる。土曜日に大抵カレーが。ますだって、トンカツも月煮であるよ。これすごいね。すごい。ひと暮らししてたらこんなん食べられい確かに。飲食店バイトで。暮らしですき焼き食べましたいや、食べないです。食べないですよね。 どことなくでもやっぱりこう群馬を連想させるメニューがちらほらありますね。<laughs> やっぱ肉系のメニューが <laughs> 多い、ね、豊富とかですね。えー、羨ましいただねあの、祝日とか日曜日だけは出ないんで、友達とご飯食べ行ったりとか、ゴールデンウィークとか長期休みは実家に帰ったりとかして、実家のご飯食べたりとか。そうだよね、帰省するもんね、なんか日,曜日だとそのご飯出ないんで例えば 夜みんなで食いたりとかもしくはそのキッチンがあるんでそのみ,、うん、みんなでその僕ら僕の場合はその仲いいメンツ集めてその鍋にその買ってきた野菜とかをなんか全部ぶち込んでなんか鍋にして闇鍋普通に美味しくてその安く済むんでみんなでやったりしてますねめっちゃ青春だ <laughs> やりたいそういうの確かに学生時代ねうん、うん 何とも言えない、この、ラーメンのスープのとも言えないのな、うん <laughs> もうとも言えない鍋やりましたね。そうですね。だから前、前、全フロアに、3口の IH コンロがあって、それはもう24時間、寮生が自由に使えるんで、うん、私も帰ってきてイ、インスタントラーメン食べてましたね。入寮して最初になんかびっくりしたこととか、カルチャーショック的なこととかってなんかありますか ええー、まあ、当たり前、縄文学者ってことで、当たり前かもしれないんですけど、うん、やっぱ地元の子がもしかしたら寮に入ってきていて、うんうん、あの、地元の話ができたりとか、うん、群馬の例えばもう、自分が伊勢崎出身で、あまり高崎とか、うん、あの、前橋とかは行かないんですけど、うん、そういったところの、なんていうんでしょう、遊ぶ場所ではないですけど、美味しい飲食店とか、何回か教えてもらったりとかするんで、うん、なんか地元の意外と知れなかったことを、まさか東京に来て知れるっていう、うん 面白いことはありますね。なるほどね。ちょっと不思議だね、<と>確かにね。東京にいるのにみんな住んでるのは群馬県出身の人がほとんどっていう。うんうんうん、ああ。なるほど。東京にいるのにどんどん群馬に帰ってくる。なるほど。<laughs> 意外と便利な場所にあるじゃんとかって思いましたそれは、あのー、 寮の見学っていうのが12月頃にあって、うん、それで電車できた時、うん、どんだけ歩くんだろうなとか思ってきたら、うん、まさかの2分か3分くらいで、<laughs> <laughs> こんな物件、ね、あの東京で探したら10万くらいいっちゃうんじゃないかなみたいな。うん、<laughs> 駅めっちゃ近いよね、ここ。はい、めっちゃ近いです。<laughs> 羨ましい。小田急線の千歳船橋駅から徒歩2、3分というところに、ねうんはい、あるんですよね。はあ 木村さんどうですかそうですね。なんかあの、先ほど矢島会長も言われてたんですけれども、うん、最初にその地元の話というかその挨拶の時に、うん、例えばどこ出身とかどこの高校みたいな話をするんですけど、うん、その、同じフロアで一番最初に話した同級生の子が、その、うんはい 君どこの高校僕ノ二だったんだけどって言ったら、うん、そ,のその子も「え俺もノ二だ」って言って全く話したことがなくて存在すら知らなかったけど、うん、初めに入ったら実は3年間同じ学校に通っていた子だって,って、ね、<laughs> そのとんでもねたまげたってなっていろ、えー、んなことってあるんだみたいなもうに同級生いっぱいいっぱるもん、ね、<laughs> そうですね多いんですよね。 現役時代もまあ高校生の時は何も話したことなかったけど <laughs>、えーね、そっか同生、ねね、今,今もたびたびご飯とか行ったりその同じフロアなんでん<ー>例えばお部屋にお邪魔して一緒にゲームやったりとか、えー、そういうので全然今も仲良くさせてもらっている子なんですけど、えーね、今も印象が強いですね。そのいや不思議だよねね確かに、ね、じゃあ,あんまり東京で ねまあ、寮生活とはいえ上京する不安だみたいなのってあんまり感じなかったホームシック的な感じでホームシック的なのは感じなかったんですけど、うん、いや,やっぱ寮ってことでいや怖い先輩いるんだろうなとか、うん、<laughs> なんか厳しかったり嫌だなとか割と寮で <laughs> 怖かったり嫌だなってのが自分はちょっとあったくらいです、うん、でも特に現地に、ね、入ってみて、うん、あれなんか思ったより 優しいってか、ね、勝手な思い込みがすごかっただけなんでしょうけど, <laughs> なるほど全然優しい先輩とかでいろんなお話したりとかご飯食べに行ったりとかいろんなことあるんで楽しいかなって思ってます。<ー>ごめんねこんなことにもあれなんだけど縄文、はい、学者ってなんとなくですよ。超 っていうからっていう表現かります、うん、<laughs> <laughs> で当時しかも男子寮だったし日野原さんが大学生の時大学そうだ高校生でさ、うん、上京しようかなって思った時にまあもちろん倍率とかもあるんで何ともそんなね入ろうと思ってすぐ入れる場所でももちろんないんですけれども、はいうん、いやなんか怖そう先輩後輩の関係厳しそうとかって確かに男子寮だと特にそういう感じがありそうですよねありそうで今日ももしかしたらね 経験会会長と書いてあったから、こい人が、なんか、規律を重んじるタイプの、と思ったらすごい柔らかそうなね、八島さんね、しかもちょっとニコニコしてくる。ちょっとここで意地悪日の原出ちゃうかもしれないですけど、八島さんはそう言いながら、自治会組織のトップなんで、厳しくしてる方かもしれない。かもし木村さんどういや、八島会長は本当に優しく接してくださった。 本当にあのー、例えば毎日会った時とかを、こんにちはって言うとあの、笑顔でこんにちはって返してくれるし、うんうん、その、尊敬するべき先輩というか、ね、確かに。怖い先輩ってさ、なんか挨拶しろって言う割にさ、こっちから挨拶すると無視したりするよね。<laughs> あれ何なんだろうね。ありがちですね。ちゃんと返してくれる優しい会長だそうですよ。さ <laughs> やまさんどうですか、当時は。羨ましいですね。<laughs> <laughs> 私は多分ギリギリ。 あっでもあったんだ<そ>やっぱそういう文化自体が怖かったら嫌だなと思って入場して、うん、やっぱ怖いな <laughs> <laughs> あったあそのやっぱりあるんだねえなんかそういう何ファーストコンタクトじゃないけどまあ多分、うん、指導としてあえてあの厳しいことを言うっていう,うん、うん、建て前だとは思うんですけどもうん、うん 挨拶はやっぱり、もちろん、共同生活なんで、うん、あの、緩くていいことではないと思うんですけど、まあ、ねうんまあ、そこまでするかなっていうのは、まだギリギリ残ってましたね。<laughs> ねそういう指導が入ったってことですかあの、そうですね。新入寮生を一堂に集めて、うんうん、まあ挨拶の。練習ダメ出しと。し、うん。練習。<laughs> ど。あじゃあこういうタイミングではちゃんと挨拶しなさいよとそうですね大きな声ではっきりとはいでわかりましたとで次の日に「おはようございます」って言ったら「す」返してくれないんだそんな文化がまだ若干残ってた多分最後の代くらいですねでも確かに聞いてると全然違うねうんうん そんな引き継ぎはなかったですか、会長。そんな引き継ぎはされてないですね。<laughs> <laughs> 聞いたこともなかったですし。ないらしいですね。<laughs> 引き継ぎ資料とかにも書いてないですか。なるべくこう<や>ちゃんとこう。指導しなさい,みたいな。いやまあ一定のまあ規律はねあの保つように頑張ろうねみたいなことはありますけど、うんうん、そんなあの一度あ,あの食堂とか集めてうん、うん、あのお前挨拶できてないよみたいなこと言ったり。うん そういったことは私は一切してないので、うん私、自分が入って1年生の時もそういうことはしてないので、うん、まあそこは変わったのかなと。確かにね。沢山から八島さん、木村さんの代でもこんだけ違う雰囲気になってるってことですね。やっぱ一回コロナ挟んだのも大きいかもしれないですね。うんうん、コロナ期の寮生活っていうのはどんな感じだったんですか本当に自治会活動も何もできなかった ですかね、そうですね、あの資料を見る限りはほとんどもう何もできないし、うん、食堂もあのパーテーションとかがもう、いろんなあの大きい席とかには置いてあって、<ー>ちょっと会話もあの、ちょっとパーテーションあると聞こえにくいじゃないですか。ということで、全然あの会話とかもできないし、えー、あんまその友達とかできるイベントとかもなかったんで、うんうん、あせっかく寮なのに。そうですねあとやっぱマスクを つけたままってので、うん、やっぱ顔がよくわからないってのが、うん、確かに、でかかったかなと思います。ちょうど僕らの、あの、1年生の5月ぐらいまでパーテーションが確か食堂にあって、うん、そこからもう撤去されて、今はもう食事中もわきあいあいとして、楽しく食事が食べられる環境にあります。最初の1ヶ月、その大事な時が、まだパーティションあったんだねそ。そうですね、パーティションがあると本当に声が聞こえなくて、<laughs> うん、その、 例えば隣の人が喋ってるけど「えお前何言った?」みたいな <laughs> 1>, 1回の食事で多分10回ぐらい聞き直すみたいなあって、うん、ちょっとそこがストレスでしたね。じゃあいい意味で何かこういい意味でまあコロナはね大変でしたけれども、うん、なんかリセットされて今ね八嶋さん中心に新しい文化を作ってるみたいな。 なんかそんな雰囲気ですかね。そうですね。あの、コロナ禍で、あの、一度、自治会活動とかもストップしてしまって、うん、ちょっとね、あの、立て直しには、ちょっと苦労はしたり、うん、なんか問題が起きたり、いくつかはシェはするんですけど、うんうん、まあ、新しく、いいものを作れたなと、作れたらいいなと思って、あの、会長で頑張っています。<laughs> <laughs> ますなんか、歴代の先輩で、この大学の人多いとか、あるんですかあるかな。日大。 あと、農大もちょっと多い。近いし、近い共同で。あとは、和瀬だとか、法制が多かった気が。理由はちょっとごめんなさい。わからないけど。解放みたいなのがあるんですよインタビューを受けてた。これですか、もしかして。あ、そうですね。この歴代の、歴代の OB の方々が、温古知震。温古知震という。 そう、そ帰還っていうんですかね、<ー>これは。あるんですけど、これ見ると、早稲田が多い、多くて、<ー>やっぱりその早稲田パワーっていうのを実感するというか。<laughs> 皆さん、過去に入寮されてた先輩たちってすごいね、経営者とかね、各有名企業の役員の方とか、大学の講師の方とか、えすごいですね。 すごいちなみに、うん、これ来月私がそうそうたるメンツですよねえ大丈夫ですか <laughs> <laughs> 学部大学の学部の先輩も乗ってますねああだってああでもこれねちゃんと企業のね、えー、そうですねいや ちょっと違和感あるなこのメンツの中ではだいぶ澤山は若いけど <laughs> 若くして名を連ねている <laughs> どんどんとちょっとや, <laughs> やりたくなくなってきた <laughs> あ,、えー、あ、でもこういう機関誌があってあこの人卒業生なんだあそうそうか、えー、OB の方なんだ OG の方なんだっていうのを感じてるわけですねどうですよす。他の大学の話とかも結構入ってくると思うんですよ寮生活してると。はい なんか、ここの大学羨ましいな、みたいなとか、なんか、先輩の話とか、同級生の話とか聞いてて。どうぞ。木村さ,さん。特定のその大学とかじゃないんですけど、その、はい、やっぱりその、なんかキラキラした大学生活というか、うん、そういうなんか、例えば、例えばなんか、女の子と遊園地に行ってきたんだよ、みたいな、同じフラのやつから聞かされたり、その、 みんなでテニスの合宿でみんなで遊んできたみたいなああ話を聞くとああ,あ,あってなりますよねうらやましいっていううらやましいっていう今すごいあのなんですフレッシュな嫉妬のねの <laughs> ええー、あでもせんやっぱいいなといいなっていう、うんえー、農学部はあんまないのそういうのいやまあサークルはあるんですけど、うん、ちょっと僕の入ってるサークルもそうまあ 友達いるし、旅行とか行くんですけど、割とその、そのザ・大学生キラキラみたいな感じではないんで、そのまあ、今の自分に満足はしてるんですけど、それはそれとして別として羨ましいなっていう。<laughs> まあ、横が見えるだけにね,ね。なるほどね。そうか。え、外泊とかってできる申請すれば OK ですか外泊は、まあ基本的には大丈夫ですけど、うん、あの、長期間、あの、3日以上いなくなるときは、あの、下の、 管理室の社官さんか寮母さんにいなくなるんでっていう書類を一応提出する形にはなります、うん、あ、なるほどであとはまあ基本的に文言みたいなのも一応あそうですね一応0時が文言って形で,で、ね、ああまあでもそこまでだったらね、うん、大抵間に合いますたまに小田急がすごい遅れるときなんかは <laughs> あ<ー> <laughs> あみたいなこと思いますけど大抵は大丈夫かなと思います、えーえー、なるほど木村さんはそう言った 戦法の学び出しで。そうですね。ずっと周りのキラキラ大学生を見て。そういった経験ありましたか、沢山さん。私は、あの、向かいの部屋。たまたま、まあ、同級生で、大学一緒だったんですよ。引っ越して、向かいに挨拶しようと思って。そしたら、同じ大学だってなって。私、前高で。 こう、タカタカだったんですよ。うん、ああ。すごい、本来は、まあ、本来、がみ合って、その高校<笑><笑>まだあんのそれ, <laughs> れ。ありますよ。<laughs> あるんだ。<laughs> ありますよ。これを聞いてる上司の方がちょっと怖いですけど、<ー>どうリアクションされるかは。<laughs> <laughs> 定期戦みたいな,のなんだよね。<laughs> <laughs> そう、ね、ありますね。はい、で、本来なら、ライバルとして、交わらずに生きていくところを、うん、たまたま本当に巡り合わせで迎えの部屋になって、うん 一番仲良くなりましたね。<ー>だったんで、うん、正直、他の大学をっていうよりは、その向かいの部屋のやつと一番仲良くして,て逆パターンだね、ずっとつるんでました。えすごい確率だよね。<laughs> うん。なんかね、運命を感じるというかね。うん いいなんか普通のアパートに入ってると私隣の子と喋ったのに入った日ぐらいかもしれないあんまり仲良くもなってないし隣の部屋以外誰が住んでるか知らなかったので行っても一応学生アパートみたいな感じだったんだそうですねまあ全員が同じ大学の学生ではあったらしいんですよ大家さん曰く。 けど、まあ、普通にアパートなんで、うん、誰が住んでるかは分からず<ー>たまたま隣の部屋の子だけ同じ日に引っ越しだったんで<ー>道を譲り合うという体<ー>で仲良くなったんですけど大体そんなもんだよねうんだからこの寮っていうのはまず最初の友達作りがここでできるというのは羨ましいですね、うんうんうん、そうですねさあそしたらあれかな八島会長に聞いていこうか、はい、じゃそうやって、はいまあ、だんだんねこう,うまく 仲良くなななってもらうために盛り上げ役なわけじゃないですか <laughs> 今企画してるイベントとか行事とか何かあったりするんですか <laughs> えーまあ、僕がこれは全部やってるわけではないんですけど、うん、えと5月の末ら辺にバーベキューを、うん、あの企画委員っていうのがありましてそこの部署って感じのところが、うん、そのバーベキューのお肉の手配であったり、うん、あとはまあ炭とかちょっとしたものを準備したりとかいくつか準備あって5月の末に。うん あの、寮生で参加できる人は、バーベキュー、あの、寮の中庭、中庭っていうか、出たところに庭があるんで、うん、そこでバーベキューをやる予定です。そんな東京のど真ん中でバーベキューできるんですかねえ、群馬、はいね、の人からしたらね、あバーベキュー5月定番みたいな感じだけど、違うんだよ。本当に、うん。ねすごいですよ、本当にも。も駅から徒歩2分のところでバーベキューしようとしてます。すごいよね。世田谷区のね。 えー、それ200人からいるわけですし。まあ。あ、でも新入生還元みたいな感じですか、ね、そうですね。新入生還元の一環としてバーベキューをやって、<ー>もっと仲良くなってもらおうみたいな形で、やるんで、えーえー、まあ、全員が来れるわけではないので、まあ、140、えー、50くらい。いや、でも来結構くら <laughs> す,すごーい。いいのかなと思ってます。 やっぱりでででもそそれで一回交流しと,くと全然違いますすよねそうですねうん、あと一番最初入ってきた時には新館って形で新入生、うん、新寮生か歓迎会としてあの一食パーティーみたいな感じでいろんなお話できたりとかできるんで、うん、まあそこで一応何人かは多分仲良くなってるとは思うんですけど、うん、あまあいろんな人とあと先輩とかですかね、うん、とより仲良くなってもらうっていう意味でもこのバーベキュー 必要とといいいいうかかか<ー>やっっってていいんじゃないかなと思ってますそか5人以下ぐらいでなんとなくこうちょっと塊ができてればそこの塊同士でまたつながってってって、はい、みたいなねコミュニティがどんどんできてってってバーベキューねー木村さんもうそうですね去年参加させていただいて、うん、やっぱりお肉は美味しいし、うん、新しい人と話せるし、うん、天気は良かったし、ね、<ー>で東京のど23区の<ー>その。 世田谷区でね、ーバーベキューするってなって、わー、楽しかったです、ね、<laughs> ち,ょちょっと僕はちょっと今年はちょっとあのー、ちょっと学校の予定入っちゃってちっ、ちょっと。去年本当になんか、本当に楽しかったんで、多分今年も多分盛り上がった盛り上がると思います。い,ますいやー、そうだよね。だ本当に不安感っていうのがまず、 1> 1枚取れるよね東京の土地柄ない聞いてる方ピンとこないと思うんですけど、うん、千歳船橋は結構ちゃんとした高級住宅なんですよね。私大学行って千歳船橋から徒歩2分ぐらいのところに住んでるって言ったら、うん、お坊ちゃんだと思われてた、うん、最初。あ 最寄り旅行って言われて千歳船橋ってあっいいとこ住んでんね<ー> <laughs> いうくらいのところで<う>結構中庭も広くて百何十人あっ、うん、入れるんだもんね全然で今度6つぐらいだしいやでも12個くらいあ出せば、えー、<laughs> ができるくらいの広さがあってっていうので,は<ー>です、ね、やっぱり規模のでかさがが一番縄文、ま、学者の。 良かったところというか、面白いところでしたね。そうなんだ。なんか、寮のあんまり知られていない伝統っていうか、伝統。ルールとかって、なんか、寮だからこそ。そう、生だから、これもしかしたらあんまり知られてないんじゃないかなみたいな。あったりするんですかそうですね。今はもう多分文化が断絶してしまっているんですけれども、どうやら寮かというものがあるらしいぞという。寮の歌寮の歌って書いて。だからその、例えば、 大学の校歌みたいな、ああいうのがあったっぽいぞというのは、うん、なんかその、形としてあの歌詞がその残ってるんですけれども、うん、僕は残念ながら歌ったことないですね。っていう。はい、会長は会長の僕もないです。え澤山さんは ?7 年前もなかったですね。あれこれどこまでたどればいいんかなでも、<う>絶対でも歌ってた人いるよね。いますよね。うん OB の先輩方、うん、<laughs> 我こそは歌えるぞという人いましたらちょっとすませんぜひぜひ文化があの断絶してしまっておいて、ですね <laughs> もしかしたら継承できるうちに、これは継承した方がいいかも。歌えるぞという人は、ぜひぜひ教えに来てください、八 <laughs>、ね、島会長に。木村さんはじゃあ過去の 記録とかも一やっぱり基本的にはその OB にインタビューしたその機関誌で、うん、その昔の様子とかを見てああこんな感じだったんだみたいなうん、うん、今との違いとか見て面白いなっていう感じの情報とか見てたんですけどまあやっぱりあとはなんかその当時だとその周りのなんか当時近くにもなんか女子大の寮がなんかあったみたいなのでんなんかその女子大 まあ50年とか60年ぐらい前。で、その女子大生を誘って、なんかそのみんなでなんかダンスパーティーみたいな。をなんか盛大に開いたという記述もなんかどっかにあって。おぉ、いいなぁ、みたいな。なんか体育祭みたいなのもあったらしいぞ。ええ。どこでやってたんだろうね。だから昔はその中庭がもっと広くて、そ隣のビルもその。 学の土地だったたみいで今はもう違うんですけど、だからその、なんか、たぶんその運動場みたいなのがあった、今よりドンって広いスペースと角があったみたいで、たぶんそこでやってたんじゃないかなっていう。今運動会はないんですか運動会っていう名目ではないんですけど、社債ってので、自分が入った時、1年生の時は体育館を、近くの体育館借りて、綱引きとか、あと障害物リレーとか。へぇ 人数が多いんでちょっと時間かかるんですけど<ー>運動会みたいな形ではやりました<ー>楽しそう一応受け継がれてはいるんだね,ねそうですね<ー>やっぱ体育館が借りれるとかの運があるんであ<ー>あそこがどうできるかとかはちょっとね,<ー>っとね年によって変わってくるとは思うんですけどはい、はい、でもなんか与えてもらうわけじゃなくて自治会だから基本的には自分たちで やっっててることとのの方が多いって感じなんですか寮の運営というかそうですね基本的には自分たちでやることが多くて本当に困ったこととかがあればあの管理室に大人の方がいるんでそこにお話し聞き行くというか意見を求めたりとかそういうことはしますけど、うん、まあ基本的にはまあ学生でできる範囲では学生で動いてイベントの企画がほとんどですかねうん、うん、っていうのをやっていたりします。 ででで大人の方もずっといる感じなんすすかそうですね住み込みであの働いてくださってるんで寮母、うん、さんと社官がいるので一応、えー、と年末年始とかお盆休みとか以外はあの管理室に、うん、あの営業時間が決まってはいるんですけどうん、うん、夕方の6時くらいまでいてくれるんで、まあ、何か困ったことあったら聞きに行けますし、うん、一応電話でも答えてはくれるので。 確かに親元離れるけど違う親みたいな <laughs>、ね、親代わりの方がいてくださるっていうのはちょっと大きいよね。うねどうですか、まあ、東京で暮らしながらそのふるさと群馬への思い的なところっていうのはまあもう群馬いいかなとかもう東京でやっておこうかなとかってなのか。<laughs> いや群馬良かったな、でもやっぱりみたいな。そうですね。群馬なりに群馬の良さはあったり、東京には東京の良さがあるんで、やっぱ交通的な面で見ると、やっぱ東京はどうしてもいいなって思うんですけど、やっぱその、車で移動できる自由さっていうのは、まあ、群馬ならではかなって思ったり、例えば、なんか、あ、ここ寄りたいなとかで、東京とか電車だともうそこには行けないんですけど、車でちらっと寄ることできたりとか、そういうこと、 よかったなーって。<laughs> <laughs> あと、東京に来てからなんですけど、すごい歩くようになりました。<ー>毎日もう大学に行くのにも歩くし、うん、あの寮の周り散策するのにも歩くしで、うん、なんかもう毎日足が疲れてたんですけど、うん、逆にもう慣れてきちゃって。 例えば夏とか帰った時、うん、群馬にいる歩数と東京にいる歩数が全然違うんで。違うよね。<laughs> ここ帰ってたんだなっていうのが。あ <laughs>、<laughs> グラスでね。グラスで、ね。でね、<laughs> 木村さんどうですかです、ね、ふるさと群馬への思いってなんか変化ありましたそうですね。やっぱりその、東京は、まあ、群馬よりも、 間違いなく便利ではあるし、うん、そのいろんな刺激とかっていうのはあると思うんですけど、うん、やっぱりまあ18年間その群馬にいたわけでまあそのどいなに生まれだったわけで自然豊かで落ち着いた場所の生まれだったんですけど。 うん、やっぱりそのゴールデンウィーク、その地元帰って、そのチャリでその地元とか回ったんですけど、うん、ああ、やっぱりこれだよみたいな、うん、<laughs> 感じやなりまでたよ、ね。でもそっちの木村さん的にはそれが安心するというか。そうですね、やっぱり。しっくり来るんだ、ね。やっぱりしっくりは来ますね。うん、まあでも,でも東京、東京出てきて本当によかったと思いますね、やっぱりその。うん 地元いたんじゃ触れ合えない人とかも、例えば全国からその東京の大学に来た、例えば同級生とかと会えたし、うんうん、あと経験としてもそのいろんな経験できたんで、来てよかったなとは思いますね。刺激という意味ではね。そうですね。えー、だ安心した状態でね、この都会の、まあ、一応全国から人が集まってくるわけだから、それで、いや、こ,いこの人すごいな、みたいな同級生とかもね、<laughs> きっといるでしょうし。 うん、うん、そっか。あと、電車通学というものにちょっと憧れてた節がありまして、高校生までちょっと。<laughs> 小学生の時にちょっと君の名を見て、<laughs> その東京の高校生ってなんか電車で通学してなんか、<ー>おしゃれだなみたいな、ぼんやりとしたそのイメージがあったんですけど、ああまあ、僕、中学校は徒歩で、2キロぐらい歩いて往復で、で、高校もその地元から、家からその、のにまで、 うん。やっチャリで往復2、30キロとか。遡ってね。そうですね。20、30キロ片道13、4ぐらいあった気がして。結構ある。結構あるね。で、だから、その、ずっと、その、高校の同級生とか割と、その、電車通学の遠くから来てることがあ電車通学ちょっと羨ましいな。で、まあ、大学入って、僕は今、電車通学で大学行ってるかというまは、 その、ずっと憧れてたものを手に入れたはずなんだけど、うん、いざ手に入れると、うん、まあこんなもんか、ってでも電車通学の話してるとき木村くんめちゃくちゃ嬉しうれしい、ね。<laughs> <laughs> これに満足しきってるのかと思ったら、そうでもなかった。<laughs> まあでもそうだよねず。ずっとそれで経験できなかったらね、もう電車への愛がね、どっかをもうなんかちょっと突き抜けちゃってね、なったかもしれないわけだから。 でもも結構いいるかもしれないね最終的には群馬で骨を埋めたいけど、うん、ちょっと東京経験しときたいぞみたいな、ねうん、いつまでも憧れ持ってられないからとりあえず一回出て帰ってこようかなってそうかちなみに二人はあれですか卒業後はこんなふうになりたいみたいなのありますか将来の目標目標、うん、夢としてはまあ普通に結婚して <laughs> うう <laughs> 人生設計しっかりしてるいい、ね、そういうことはありますけど、うん やっぱそこは企業に入って、うん、自分がなりたいのがその生活用品とか、うん、あの生活に欠かせないようなものを作ってるメーカーに入りたいなって思ってるんでん、えー、まあそれが群馬であれ東京であれ頑張りたいとは思うんですけどそっか、はい、今もう3年生だから周りもちょっと就活モードが。 そうですねええコロナ禍明けてんかだいぶもう就活が早まっててもう3年生になったらもう始める人が多いみたいな周り見てても多いですかそうですね私ちょっと本業がそっちなもんで私たちはまずは就活を乗り切ってそうですねちなみに群馬で有力とかね積極的に採用してる企業がちょっと見たいなと思ったらちょっと野原まで イベントイベントのご案内で差し上げますのであります。ありがとうございます。伊藤さんもねぜひなんならうちの生活用品あの新聞も生活用品にしていただいてちなみに寮にも縄文新聞があるってあなんか。 そこはね私たちもさすがもうねチェッ年以上勤めてるとねこう入ってまず新聞置き場チェックしますからカフェとかも見ますよね見る見る見るここはどこの新聞出すあ、情報だじゃあここに入ろうで入った瞬間一週間分がちゃんと一日ずつありましたねもうそれでね情報学者大好き毎回読ませてもらうありがとうございますありがとうございます はいそうですねあの僕んちはその藤岡屋農家やってて将来的にはその継ぎたいなというかそういうでかくしたいなって夢というか野望というかあるんですけど商品のやり取りとか象徴なりなんか。 ちょっといろいろ候補あるんですけど、やっぱりそういうところ一回、一、うん、回入って、その10年ぐらいはその修行じゃないんですけど、うん、その自分のキャリアとスキルと身につけたいなとは思ってますっていう。うん、あと、稼ぎたいっすね。<laughs> 割とガンガンやりたいな。なんかもうん、一昔前の猛烈社員じゃないですけど、その、うん、ちょっとそういう。ガいがっつり稼ぎたいが。がっつり稼ぎたいっていう。<ー>で、まあ最終的には、藤岡。今、ご実家は何作られてるんですか ネギと、はい、麦と米がメインですかね、えー、ネギは、藤岡は割とネギの生産頑張ってるんで面白、うん、かったねあ。しかもでも農学部だから。そう,だよそうかそうか。エリ,かエリート。エリート。ね、ーでも経営感覚だったりね、うんそう、商品化だったりとかね、他の世界も見ながら。そうですね。はい、どうですか後輩たちのこの。名を 怪我さない程度に、今後頑張らないかなと後輩見て、改めて思いました、ね、やっぱちょっと責任感が芽生え始めたという認識でよろしいですかいや、今日は私のためにこんな機会 <laughs> 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 本当に、あのー、非常に、まあ、もちろん6年前までは生活してたところなんで、すごい懐かしさも感じつつ、うんうん、後輩の頼もしさも感じつつ、すごい面白いですね、お<ー>お話してても。はい んむしろあれ、OB の人にちょっと聞いときたいこととかもしあれば。そうですね。じゃあ、あのー、先輩が就職されて、はい。その、一番最初にその、なんていうのか社会の荒波というか、その、壁的な壁にぶち当たった時の話と、それをどうやってその乗り越えたのかっていうのはちょっとお聞きしたいなすげえ、OB 法人訪問じゃん、これ。すごいよ。はい。せっかくなんで、はい。お願いします。壁か。 私、その、就活が始まるタイミングでコロナだったんで、入ってからも、まあ、会社の側もコロナの中でどうしたらいいか探ってるような状態で、やっぱり、まあ、そのタイミングならではだと思うんですけど、やっぱりまず、おしゃべりをあまりしづらいというか、デスクもパーテーションでもう個室みたいになってて、 なかなかもう仕事で必要なコミュニケーション以外の取り方がなかなか難しくて、寮ですら、あの、3個上の人、新入寮生は3個上で、性別が違って、地元も違って、学校も全然違ってっていう人と関わるのすごい難しい部分もあると思うんですけど、会社入るとそれが自分の50歳上とかの人も、 あの、仕事の中で関わったりは全然あるので。ああ、確かに。そういったところで、やっぱり、まあ、正直私は行政時代にコミュニケーションを全然取ってこなかったのが、すごいマイナスに思いっきり働いちゃったので、そこのコミュニケーションの部分、要は相手に応じて切り替えるというか、っていうところの能力が全然ついて、身についてなかったっていうのが一番、 壁だったかもしれないですねあでも解決できてないかもしれない。<laughs> <laughs> まだもがいてるんだ。そうですね。いや、本当にその、若手なんです。これから頑張ります。お願いします。みたいな熱血さを求められる時もあれば、うん、社会人としてもぴっちりしてくださいっていうのが求められるところとか、そういったところの切り分けというか経験が、うん、なかなか、 経験値詰めてなかったのが難しかっったたの難しどの仕事も人と一切関わらないっていうことはないので本当にいろんな人と会って話してコミュニケーション取ってっていう経験をもっとこの量でしとけばよかったなっていうのももしかしたらなんか <laughs> 木村さんにもヒントが <laughs>、ね、ありがとうございます <laughs> あのせっかく200人もいるので 200通りのコミュニケーションを目指して、生活してみたら今後にすごい生きるとは思います。あ,<ー>ありがとうございます。<laughs> <laughs> めちゃくちゃインタビューされたね。<laughs> すごいですね。なんか、採用面接以外 <laughs> <laughs> こんなに仕事について語ったかもしれないです。八島 <laughs> <laughs> さんどうですか、もし。<え>先輩と。自分からは、<laughs> えっと、もし、あの、お子さんが大学生になったとき、 あの、この量に入れたいか。<ー>もしかしたら入れたくはないか。さすが会長目線。思いますか入れたいと思いますね。<ー>まず、設備がすごいいいんですよ。<ー>普通に。あの、コミュニケーションがどうこうとかって話は置いといて、この立地でこのセキュリティで宅配ボックスありの24時間ゴミ出しできて、 大浴場付き。はい。で、食事も出て。で、まあ今、5万5千。まあ、入れたいですよ。ねそうか。だから、2年間で寮生活して、その後2年間が完全に一人暮らしをしてるから、その比較もできるし、社会に出てみて、もろもろ考えて、いや、入れさせてあげたいなって。どうなんでしょう私も子供いないんであれですけど。 娘だったら、ここのセキュリティはもう安心して入れられると思いますね。なるほど。まあまあ、そうだね。うん、あの東京、東京の方に出たいっていうところで、まず大前提ってありますけどね。うんはい、はいはい。まあ、そうなった場合は。ああ、いや、さすが。会長ですね。会長もね。<laughs> 自治してますからね。<laughs> じゃあ、そしたら、まあ、ちょっとお時間というところもありますので、はい、最後に、八島さんからあれかな。 結構ね、この、ポッドキャスト、リスナーさんの年代が幅広いので、はい、もしかしたら、いや、高校,生高校生も聞いてる可能性ありますので、<ー>せっかくだったら、僕たちの仲間にっていう視点でメッセージも一ついただきたいのと、あとは、もちろん OB の方も聞いてる可能性ありますんで、<laughs> 今こんな感じで元気にやってます的なのがもしあれば、<laughs> それぞれの方に一言ずつお願いしたいです。 まず高校生向けに。ここにはい。えー、縄文学者入っていただけたら、いろいろな先輩とかと関われて、大学生活だけでは、あのー、味わえない寮生活、送れると思うので、まあ、もしよければ、ぜひ入ってみてください。はい、入ったら、えー、もしかしたら僕、僕か、えー、木村くんが、 いるかもしれない。<laughs> <laughs> もしいたら <laughs>、ねあの、ぜひ話しかけてみてください。ポッドキャスト聞きました。<laughs> 言っていただけると <laughs>。言っていただけると、ちょっと嬉しいです、はいあ。あの時の聞いてくれてるんだなってので、わかりました。あと若干ね、こう、文化がね、リセットされてしまっている部分とかもありますので、OB の皆皆様に、ちょっとあの、ね、 縄文学者の現在地というか、こんな感じでやってますっていうのも、もしあれなら一言お願いします。秋村さんでも、もしあれな先輩方に。先輩方は。ょい。先輩方に。あのー、まあ私事であるんですけれども、その、はい、例えば、校歌とか、例えば僕明治大学なんですけど、その、六大学役行った時に応援歌とか校歌とかめっちゃ歌うの好きなんで、その、もし OB の方でこれ聞いている。で、もし、良歌を知っているという方がいましたら、ちょっと、現役の人にちょっと良歌の ちょっと指導じゃないんですけど、ちょっと歌い方をちょっと教えてほしいなっていう。<laughs> いや、これでも本当切実よね。受け継ぎたい。受け継ぎたい、受け継ぎたい。ちょっとそれでね、なんかみんなで、その、例えば行事の後に肩組んで歌ったりとかしたら、まあ一緒の思い出になるんじゃないかなっていう。ううんまあ、大学生というか学生ならではの。いいね。それなんか追い込んの目玉とかになりそうだね。<laughs> <laughs> ね じゃあ、これを聞いた OB の皆様。ちょっとね、あの、馬が舞う的にもさ、SNS で、ちょっと、どなたかご存知ありませんか的な格差もやってみましょうか。はい。ね。ちょっとそれ気になるからね。気になりますね。うんうん、ぜひぜひで。誰が作ったかとかもね、そういうのもちょっと気になりますよね。<laughs> <に>ね <laughs> <laughs> そうそうそう。いや、絶対なんかある、歴史があるはず。うん、こんだけ続いてきてるんだから。うん、むしろ、経験会という名前の由来から知りたいですね。うん、<は>そうだね。 うん、もう OB の皆様ぜひぜひその辺教えていただければ。うん、大じゃあ行ってみる最後。まとめの。えー、両生200人で、えー、楽しくバーベキューとか、そんな感じのイベントを通して楽しく生活してます。えー、何かあの、伝統とか知らないよってことが、知らないなってことがあれば、もし、時間とかあれば、電話とかしていただいて。<laughs> <laughs> 教えていただけたら当時そんなんだったんだなとかもしかしたら恩子知身というものがありまして先輩方 OB の方に取材に行くかもしれないのでその時は快く取材を受けていただけると嬉しい限りですあとはそうだね全国各地で活躍されてる両 OB の方ぜひ我こそはと名乗り出ていただければねそんなつながりなんかもしかしたらいいかもしれないですねいやなんか なんでしょうちょちっとほっこりしましたね。うん。楽しい。みんな青春してるし、楽しそうだし。<laughs> うん。うん、いいですね、羨ましい。診療、えー、入りたかったって思っちゃいますね。なんかそれ思った。ということで、今日は、えー、文学者にお邪魔しまして、えー、自治会組織ということで、経 k 会の会長、八嶋さんと、そして、えー 群馬を超えなく愛する有料生ということで木村さん <laughs> お話をお伺いしましたはい。あ、佐山さんも解説としてお疲れ様でしたありがとうございましたじゃあ皆さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました縄文新聞公式ポッドキャスト馬が舞う縄文新聞公式ポッドキャスト馬が舞うそろそろお別れのお時間ですありがとうございました ありがとうございました<あ>お疲れ様ですありがとうございましたさやさんにもそのままエンディングまではいありがとうございましたどうでした後輩と先輩風ちゃんと吹かせましたなんか途中なんか所々不安に感じ <laughs> 後輩風吹か,けてたすか <laughs> そうす <laughs> そうなんかさそうねもう初後輩型にいろいろとご指導いただいて <laughs> これから頑張っていこうと思いましたねだからさ OB がいっぱい出てる恩子自身に名を連ねるんだからちゃんとね先輩の自覚を持って頑張ってる名を連ねていい先輩なのかな ちょっと調子乗りすぎたかもしれないですね。<laughs> ねちゃんとね、ええ、でも、ちゃんとね、最後は力強くメッセージも送っていただいたので、少しね、あれで少しは挽回できたんじゃないかなと、ね、<laughs> やらないとと思って、りました <laughs>、ええ、ああも,うもうここは行くしかないと。をああじゃあ、なんか木村君を見ているようで、もうその先にいる数々の先輩とか、そうですね、ええ、木村君越しに、うん、あの柱に恩子自身が貼ってあるんで。<あ> <laughs> あれを見据えて、うん、ああそうだ、ね、あとはもともとのね職場の先輩とかね,そう,ですねそういう人たちにも東京で頑張ってますよっていう姿を少し、はい、なるほど澤山君は澤山君でやっぱやらなきゃいけないことがいくつかあったわけですとはいえやっぱりね群馬をこう思いながら東京で頑張るっていうのはやっぱなんか良かったですねうんてか本当にしっかりしてましたねうんそう執会っていうだけあって、うん、ちゃんとやってて、ねうん、これだけ ビジョンを持って、うん、まあ寮生活にも高いモチベーションを持って学校生活も頑張ってっていうのはすごい尊敬できるなと思いましたねいやでもこれだけちゃんとしてるとやっぱりね企業の人も縄文学者出身っていうだけでなんかねいいねっなります、ね、あれそうだよね、うんうん、なんかそうやっていい伝統がどんどん続いていくといいんじゃないかなと思いおります、うんはい、番組ではご意見ご感想そして内容のリクエストを募集しておりますメールアドレスこちらすべて小文字で馬アットマークライジン .com です X ででのポストはハッシュタグひらがなで馬がな馬ますまた番組の情報などは公式 X「アットマークジョモアンダーバー馬が舞う」からポストしておりますのでフォローやリポストをお願いしますそして各アプリでお聴きいただいた後は温かい評価やレビューもお待ちしておりますお願いしますお気に入り登録もお願いしますぜひぜひ待ってます,しますさあそしてクイズコーナーやりましょうはい では前回の答え合わせからいきますはい前回の問題、はい、江戸時代から東の桐流に対し、うん、西のほにゃららと並び称された織物は何でしょう一、はい、西陣織二、うん、大島紬三、うん、久留米がすり、はい、4. 博多織、はい、ということで答えは一番西陣織でした、はい 皆さん、どうだったでしょうか。東の桐生、西の石神織、うん。まあね、まあ、それぞれ選択肢の方がね、我こそはって思ってるんでしょうけど、ね、まあ一般的にはというところで。そう、結構言われているということですねで。諸説ありとながらのも。はい、いや、でも桐生は揺るがないね。本当に、こんなに有名なんだ、ん桐生ってって思っちゃいました。ね、はい。で、今回の問題。<タッ>今年、誕生から30年を迎えた群馬県のマスコットキャラクター、群馬ちゃんは、 永遠の何歳でしょうか、うん、1>, ?1、5歳。2、6歳。3、7歳。4、8歳。ずーっと誕生日を迎えても永遠のほにゃらら歳です。さて何歳でしょうか、うん、ということで。子供のね、設定。2月22日が誕生日ってっなんとなくね、みんななんかありますけど、お誕生会とかやってるんでね。そうですね。年齢の設定はまあ。 どうでしょうかというところで皆さんクイズ参加していただければと思いますはク、い、スで,<は>で投票を受け付けておりますのでああ、ね、ぜひぜひ参加してくださいはいお願いしますいろんなお話はしましたが一旦今日この辺りでというところでさせていただきます、はい、ここまでの相手は情報新聞社営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々と東京支社営業部沢山でしたありがとうございましたありがとうございました